はい、じゃあそれでは今日の授業を始めたいと思います。今日はちょっと風邪をひいておりますので、マスク等で失礼いたします。で、前回までで微分の内容、顕微分に関する内容を一通り終えまして、でこれから重積分の方に入っていきたいと思います。で、今日はまずこの教科書でいうと第5章なんですけれども、この第5章で扱う内容とですね、それからその重積分のその定義ですね、重積分をどのように考えるかというところから説明をしていきたいと思います。でまず最初にこの章で扱う内容をですね、一通り説明しておきたいと思います。で一応この章でですね、扱う集合なんですけれども、一般には多変数の積分なんですが、この章では、主にその二変数関数のに絞って話を進めていきます。で、いつも通りそのユークリッド空間 R2 の部分集合 D を考えるんですけれども、重積分を行う場合にはこの D をですね、まず誘拐な集合として話を進めます。で、微分って重積分の定義の中で他にもそのいくつか条件が出てくるんですけれども、誘拐でかつ然るべき条件を満たす集合を対象に考えます。その然るべき条件についてはこれからその重積分の定義の中でおいおい説明していきます。でそれからその FXY ですね、 FXY をこれを D 上で定義された実数値の関数とします。で、このような設定に対して、重積分、どういう式で表せるかといいますと、二変数の場合ですと、まず積分記号ですね、このインテグラルの積分記号を2つ並べて fxy と書いて、で、dxdy というふうに書きまして、で積分インテグラルの下にですね d という記号を書いて、これは集合 d 上でこの関数 fxy を積分するという意味なんですけれども、これを定義しまして、でそれからその定積分の実際の計算法を示すというのがこの章で扱う内容です。で重積分を定義し、その実際の計算法を示すと言っていますように、定義できれば計算
定義できるのに、なんでわざわざ計算の話をするのかっていう、こう疑問を持つ人もいるかもしれませんけれども、まあ、得てして数学ではよくあるんですけれども、この重積分の場合もそうなんですが、あるものの定義っていうのは割とこう抽象的にこう行われる場合があります。で、まあ、重積分においてもその割とそういう抽象的な定義で、これをまあこの関数 fxy のまあ集合 D での重積分とするというふうに言うんですけれども、その定義通りですね、その計算できるかというと必ずしもそうではない場合が数学においてはよくあります。ですので、その定義の範囲をですね、定義のルールを満たす範囲で、実際にこうやれば重積分は計算できますという方法を別途作る必要がありますので、一応そこでこう、そういう意味でこの定義というのと計算法というのが別々というか別個にまた存在しているということに注意しておいてください。で、その道筋なんですけれども、一応これからそのまあ数字をつけて、その1番目にこれ、2番目にこれ、3番目にこれ、4番目にこれをやりますという話をしますが、まあ一番最初に扱う内容がまあ重積分の定義です。で、その重積分の定義なんですが、まあ、一般にはここで扱うその D という集合は R2 上のこう有解な集合を考えますので、まあ例えばこう平曲線で囲まれた領域とかですね、あり得るんですけれども、まあ、いきなりこういうことを始めようとするのは結構その難しい。一般的すぎて難しい面があります。で、一方で皆さんがその春学期に習いました一変数の、定積分ですね、定積分っていうと普通は平区間でこう積分するので、こうあまりこの積分の範囲っていうのを考える必要がなかったわけですね。で、二変数になると、まあ、こういうぐにゃぐにゃした、いわゆるぐにゃぐにゃしたような集合上の積分なんかをどうやって考えるんだろうって、最初からそういう一般的なことを考えるのはちょっと難しいので、最初は、こういう矩形ですね。まあ言ってみると、これはその 一変数におけるその平区間をこう縦と横とこう二次元に拡張したものと捉えることができまして、で、まあ、R2 ではこういうものも平区間と呼ぶんですけれども、まあ、こういったより単純な領域での定積分、重積分からまず考えていきます。ということで、まず最初にこの重積分を定義する上では。一変数の場合と同じく、その有解平区間上でこうまず定積分を考えましょうということをします。ただし、ここで言っている有解平区間というのは、まあ、R2 においてはその長方形を表します。まあ、X 方向と Y 方向にまあ有解な平区間のまあ範囲で囲まれる図形という意味ですね。そうしますと、まあ、こんなこう XYZ の平面に何かこう関数があったときに、 XY 平面上の有解平区間を考えるわけです。仮にこれ Y とこう名前をつけまして、で、まあ、この上でのこう積分を考えると。
いうことになりますので、まあ、こんな形になりますかね。そうすると、まあ、直感的にはその一変数関数の場合にはその、まあ、図形の面積を考えていたというアイデアのその拡張で、まあ、二変数関数の場合にはこのような黄色い部分で表せる立体の体積を求めるというような問題になるわけです。でまず最初にこの有感平空間上でのその重積分を定義しまして、まあ、その後に今度はその一般の有解の集合上でこの重積分を考えます。まあ、この図はかなりこう直感的であまり厳密でないかもしれませんけれども、まあ一応今度は次の例ではですね、まあこのような有解平集合 D というのを考えまして、でこの上でこの XI 平面上からですね、XI 平面上のその平集合、有解な集合 D というのを考えて、まあ、これとこの、まあ、FXY の間でこう区切られるようなこのような立体の体積をと、まあ、計算することを意味するのが、まあ、この重積分になります。以上がそのまず重積分の定義をするこうステップです。で、まず重積分の定義をした後にその次にその重積分の実際の計算方法としましてその類似積分というのをやります。こちらが類似積分というのが重積分の実際の計算法として使われることになります。で、その次に来ますのが、重積分の変数変換です。まあ、これは多分皆さんその物理などの練習でもうすでに扱っている人もいるかと思いますけれども、まあ例えばその直交座標系とですね、それから極の重積分をその極座標系の重積分に変数変換することでその計算がまあ大幅にこう楽になったりする場合もあったりしますし、あとはその問題に対する見通しが良くなったりする場合もありますので、その重積分の変数変換に関する一般論について話をしたいと思います。で、その次に4番目としてくるのが広義積分です。で、広義積分については一変数関数の時にも
まあ、皆さん勉強したと思いますけれども、この、まあ、1年生の微積分で扱う積分というのは通学ではリーマン積分と呼ばれるものなんですが、でこの積分はもともとはその有解な平区間上でその定義されている、もしくは有解な平集合上で定義されているものですから、もともとの積分の枠組みでは例えば1変数の場合ですと負の無限大から正の無限大までこう次数全体で積分するとか、そういったことはもともとは定義できないことになってます。でしかしながら、それをですね、人類は想像力豊かですので、それを拡張しまして、で、有限区間での積分をですね、ある、例えばそうですね、次数のある A から B まで積分するっていう、その積分した値を、A と B の変数を使って表すと。でそれでその上でその A と B をですね、共に例えば A を負の無限大に飛ばして B を正の無限大に飛ばすっていうことで、もしそれが収束したらば、それをその負の無限大から正の無限大までの積分にしようというふうなアイディアで、その積分の区間をですね、その無限大に拡張したというのが、公義積分のアイデアなんですね。で、重積分においても同じようなアイデアで、その公義積分というのが定義できる場合は定義するというのが、この4番目の内容です。あと、そうですね、教科書の方には、一応、その後に局面とか局面積の話題も載っているんですが、一応この残りの授業時間でいけるかどうかはちょっと定かではありませんので、そちらの方はもし時間があれば触れるということにして、これからの話を始めたいと思います。ここまでよろしいですか。すいません、これ 3番ですよね。次が黒板の4番ですね。失礼しました。で、まず最初にでは重積分の定義その1ということで、その有解平区間における積分の話から始めていきたいと思います。で、これからしばらくの話なんですが、割とその何でしょうね、抽象的な話が多いかと思います。で、数学のその、アイデアを、述べる際には、大体こんな感じで、こういうことをしますということを、言い方はするんですけれども、一応その最初の重積分をどうやるかっていうことをきちっと書こうとしますと、どうしてもそのいろんな記号が出てきてですね、でかなり見る人によっては面倒かもしれませんが、なるべくそのアイデアのですね、それからストーリーを強調して、こうそこはつかめるように、それが楽しいかどうかは楽しいと思うかどうかは皆さんに委ねますけれども、でそういうストーリーはこう分かるようなるべく分かるように説明したいと思いますので、
そういう意味では記述はちょっと面倒かもしれませんが、ぜひどうかお付き合いください。ちなみに、これからここの話は教科書で言いますと、セクションの 5.1 から 5.2 に載っている話ですので、まあ必要に応じて教科書の方を参照してくださいって言うんですけれども、まあなんか正直言って多分あんまり読む気がしないんじゃないかと思いますね。今日教科書の方はよっぽどこう数学が好きか、あるいはこう理解する必要に迫られているとかですね、明日セミナーで喋るから絶対やんなきゃないとか言うんでなければ、こうなかなかこう敬遠したくなるようなこう文章がいっぱい書いているかと思いますので、まあ今日はその辺のですね、こういくつかかいつまんで基本的な部分を黒板に書きながらいきたいと思いますので、ぜひフォローしていただければというふうに思います。で、まずその融解閉区間で積分しますっていうので、その融解閉区間を与えるところから始めましょう。I としまして、これからこういう書き方をするんですけれども、閉区間 AB ×閉区間 CD と書いて、で、いきなり書くと面食らう人もいるかと思いますので、これはどういう意味かというと、XY は R2 の点で、で、X 座標が、閉区間 AB の範囲を動きますよと。で、それから、Y 座標が、閉区間 CD の範囲を動きますよと。ちなみにこの書き方で、これはどういう集合を意味しているかっていうのが、いまいちピンと来ない人ってどのぐらいいますか？はい。遠慮しなくていいです。はい。はい。じゃあ、いいですよ。はい。じゃあ、これをですね、図に書きます。図に書くと、どういうことを言ってるかっていうと、まず X は、あ、そっか、一応ですね、これ、A と B の大小関係は、A よりも B が大きく、あ、等しいか大きくて、C よりも B が等しいか大きいというふうにしましょう。で、まず X は A と B をこう取ります。それから、Y の範囲としては、C と D を取ります。で、こう、Y の方は D と C をそれぞれ通って X 軸に平行な直線を書きまして、それから X 軸の方、 X の範囲の方は A と B を通ってそれぞれ Y 軸に平行な直線を書きます。そうすると、この XY っていう点はですね、その X の範囲が A から B の中のどっかにあって、で Y が C から D の範囲のどっかに中にあるということなんで、そういう点をこういっぱい取ってきますと、実はこの黄色い符形に長方形になることがお分かりでしょうか。ね、そういう意味のことをですね、この集合の式で定義するとこういう形で書くことになりますので、地球の皆さんにはなかなか難しいかもしれませんけれども、一応数学をやろうというときには、このような書き方で、このような図がこう想像できるようになると割と理解はしやすくなるんじゃないかと思います。で、区形としてはこういうX の範囲が A から B で Y の範囲が C から D の長方形を考えますということで。で、あと、F の XY、としましては、I 乗、定義されていて、それから、もう一つ大事な定義は、その FXY はこの I で融解であると。いうことですね。で、融解の意味は皆さん大丈夫ですかね。
ちょっといや、誘拐の定義、意味忘れたなという人はどう思いますか？はいはい、はい、いいですよ。はい、誘拐というのは、そうですね、ある有限の値を超えないという意味ですね。例えばこの i の範囲でこの fxy っていうのの値を取ってみたら、例えば10を超えませんとか100を超えませんとか、そういう有限のある値を超えませんという意味です。ですので、言い換えてみますと、その少なくともこの i の範囲ではこの fxy の値というのは全て有限ですと、無限大に発散したりすることは、無限大とか、あるいは正の無限大とか負の無限大に発散するようなことはありませんということを言っています。ここまででいいですか？こういう説明で。はい。で、まあ、fx は、この i の上で誘拐とします。で、次にですね、その一応この重積分も1変数の関数の積分と同じようなこう経過をたどって定義をするんですが、1変数の時の関数 の積分をこう思い出してみますと、例えば、まあ、y イコール fx という関数があったときに、これを x が a から b の範囲で積分しなさいって言ったときに、そのどう、この、この、例えば、この区間をですね、どうしたかっていうと、こんなふうにこう、細い短冊状に分けまして、で、そこでのその、このグラフの高さですね、グラフの高さに応じてこの短冊の長さを決めて、でその短冊の面積をこう加えていくという形で、その一変数関数の時には定積分を定義しておりました。で、重積分の場合には同じようなことをするんですが、今度はこの i をですね、こう細かい範囲に区切って、今度は短冊ではなくて、こう何て言うんでしょう、直方体っていうんですか、そういう細長い立体、例えばなんかレゴのようなブロックをこう細いやつをピューッと上つつ積み重ねたような、そういう立体のこう寄せ集めとして、こう積分を定義しますので、この i をまず、この i って4枚目の黒板 の黄色い長方形の i ですね。あれを細かく分割します。で、この i をですね、まあ、i の分割といっても、こういろいろな分割を考えることができるかと思うんですが、まあ、とりあえずは一番単純なアイデアで、こう小さな長方形ですね、のに分割しましょうということを考えます。で、もともとその i はこのような範囲の長方形でありましたけれども、まずその ax 方向の分割ですね、結局この分割は、そうですね、まあこの長方形 i にこう縦と横にもう少し
正しい言葉、厳密な言葉で言うと、Y 軸に平行な直線に沿って、あともう一つは X 軸に平行な直線に沿って、こう分割をこうさささささと切り込み入れていくわけですね。で、その切り込みの入れ方なんですけれども、まず、X 方向には何個に分けるんだろう ?N 個に分けるんですね。X 方向には N 個に分けます。で、その切り込みを入れる場所をですね、まず A を X0 としまして、次の切り込みの入れ場所を X1、その次を X2、点々というふうに、こう、X3、X4、X5 って切り込みを入れる X 座標を順々に決めていきまして、で、そして最後、この B の一つ手前の切れ込みを X の N-1 として、最後それで B の座標が X の N になるように切り込みを入れます。ですので、まず A の切れ込みとして、X 方向の切れ込みとして、まあ、A を X0 としますと。で、まあ、X1、X2 ときて、まあ、最後、XN が B になるような切り込みを入れます。で、今度、同じように、この Y にも、こう、いくつか切り込みを入れるんですけれども、Y の方は、まず、この C ですね。この C のところを Y0 と置きまして、で、全部で、Y 方向には M 個の切り込みを入れます。ですので、Y0 の次は Y1、Y1 の次は Y2、点々ときて、D の1個手前の切り込みは Y の M-1 として、最後 D の座標が Y の M になるようにします。で、そしてですね、そうすると、C を Y0 と置いて、で、Y1、Y2 と Y 方向の切り込みを入れていって、最後 Y の M-1 という切り込みを入れて、で、D の座標が Y の M になるように切り込みになります。まあ、こういう形で、こう、X 方向と Y 方向にですね、この長方形 I に切り込みをこう入れるわけですね。で、そうすると、合計で、この切り込みをバーッと入れていったときに、この長方形 i というのは一体何個の小さな長方形に分割されるでしょうか。皆さん分かりますかね。x 方向に n 個の切れ込み、n 個の区間ができます。それから y 方向に m 個の区間ができます。そうすると合計、ここにで切り込み、できる小さい長方形は何個でしょうかっていう問題なんですけども。分かった人。はい。じゃあちょっと教えてもらっていいですか。MN、そうですね。はい、正解です。MN 個ですね。はい、これで、MN 個の小さい長方形に分割できます。それで、一応、この MN 個の小さい長方形に、今後のいろんな計算のことを考えて、番号を振っておきます。だんだんここからが、こういう話をするやつと、こう、だんだん、ね、こうね、眠気を誘うといいますかですね、こう、リラックスしだしてしまうのはやむを得ないと思いますけれども、一応頑張って説明しますと、例えばここですね、ここの、小さい長方形に名前を付けたいと言ったときにどうやって名前付けるかっていうと、この切れ込みの順番を使って名前を付けましょう。ここがですね、今、X の i-1 と X の i の間のこう区間としましょう。で、それから、Y 方向の切れ込みの順番としては、この下の部分が y の j-1 で、その1個上の切れ込みが y の j と、そういう区間でこう切れ込みを入れた区間としましょう。
で、この時のこの黄色い切れ込みのことを、ラージ i の ij というふうに置きます。で、もう一回書きますと、ラージ i の ij という小さな長方形は、この x の区間は、x1-1 と xi の間を取ります。それから、y の区間は、y の j-1 と、y の j の区間を取りますと。で、これで、あとはその i がですね、1から n まで取ると、こう、x の方はこう、左から右に順番にこう動くわけですね。それから、y の方は、1から、あ、ごめんなさい、j、ごめんなさい、j ですね、j。J の方は1から M まで取ると、この縦の方向には、まあ、下から上に向かってこう区間がドドドドと動くわけですね。ですので、実際にその、この小さい長方形の番号、埋まっている番号を書いていきますと、一番左下が I の00で、その隣が I の1、あ、ごめんなさい、i の11だ、ごめんなさい、i の11で、その隣が i の21、点々ときて、一番下の行の一番右側が、i の n1 ですか。というふうになっていきますね。で、i の11の上は i の21と。まあ、こうした並べ方を見てると、その、なんか行列の何行何列のインデックスはどうも反対な気がしますけれども、まあ、とりあえずそれはあまり気にせずに、まあ、こういうふうに名前をつけると。で、最後、右上が i の nm となるように、この全部の長方形に名前をつけます。で、こういった形で、その、もともと与えられた閉区間 i を分割することを、i の分割と。言います。あ、なんか読んでその通りなんですけども、i の分割と言います。i の分割と言いまして、と書き方としてはこの、まあ、デルタという記号を使います。デルタという記号を使って、で、中括弧で i の ij というのを囲んで、i が1から n と、それから J が1から M というふうに書きます。で、まあ、これを持って今紹介しましたこの長方有解閉区間 i の分割というふうに表します。ここまでいいですか。いやー、結構本音ですね。多分理解する皆さんも大変だと思うんだけども、説明する方も結構、これはなかなか気合を入れないと、こう、大変だなと。はい。で、まずこの i の分割、あ、それから i の分割に対してですね、このデルタの絶対値という記号を一つ定義しておきます。で、これはこの分割をした時のですね、その各小さい長方形の対角線の長さの最大値を表します。今この i の分割というのはをしたときにですね、今の定義だと小さい長方形が合計何個できるかってさっきもやりましたように mn 個できますので、
その MN 個の、対角線の長さを全部測ります。で、その長さの、対角線の長さの最大値を、今書いたようなデルタの、絶対値というような記号で表します。ですので、これの定義っていうのが、一応、数式でちゃんと書くことができて、これはまずそのあるこの長方形ブラジャイの ij の対角線の長さをこう書いていきますとどうなるかっていうと、長方形の対角線の長さっていうのは皆さん中学の頃にこうピタゴラスの三平方の定理でやったようにこれ長方形ですから xi マイナス x の、まあ、辺の長さですね。そうか。一応書きましょうか。今考えている i の ij という長方形は座標が x の i と x の i マイナス1、それから y の j マイナス1と y の j ということですから。で対角線の長さは、この黄色い直線の長さなんで、そうすると、この底辺の長さの2乗プラス、この縦の辺の長さの2乗の平方根ということになりますね。でこれが、この、ij 番目の、長方形の対角線の長さですので、まあ、それをこう全部集めてきて、その最大値を取り出さないと。ですので、まあ、i は1から n まで取って、j は1から m まで取った。まあ、その mn 個の対角線の中での最大値をこのデルタとしますということです。ここまででいいでしょうか。で、じゃあまずその、積分をする融解平区間 i を分割しましたと。で次に、じゃあ実際にその積分にもう少し近づくために、今度はその過剰和と不足和という、2つの、概念を導入します。でまずそうこれをやるために今ちょうどやりましたこの i の分割ですね。i の分割をまず考えるということにしましょう。i が1から n で j が1から n ですね。でまあまあ、こういう記号を示されたら、一応まず皆さんそれぞれ頭に思い浮かべてほしいのは、まあ、この xi 平面上にこうなんか融解平区間、まあ、もしくは長方形 i というのを考えてそれを、まあ、x 方向に m 個切ると y 方向にこう n 個切るとそういう状況を考えてください。で、今度はそれに対して、今度はその、それぞれの、この、この小さい長方形から、その1個、こう、小さい長方形を取り出してきます。まあ、こんなふうに、ここまでですね、こう、例えば、大きな長方形 i というのがあったときに、まあ、その中から小さな長方形 i の
スモール IJ というのを取ってきます。で、まあ、ここで、まあ関数 fxy、z イコール fxy というのがを考えまして、まあ、今、もちろんこの今はそのこの z イコール fxy を、まあ、この i の範囲でこう積分したいなというふうに思うわけですね。で、そうですね、直感的にそのどういうふうに皆さんに想像してもらえばいいのか、一応僕も考えたんですけれども、仮にですね、皆さん豆腐がありますよね、豆腐。で、普通お店で買う豆腐は大体直方体なんですね。まあ、お店豆腐を買うときに豆腐が直方体なんで考えることは普段ないと思いますけれども、一応ちゃんと数学的に考えると、まあ、大体直方体の場合が多い。まあ、他の場合もあります。で、今回はもう少し想像をたくましくして、そのお豆腐ですね、底面は長方形なんだけれども、上の面を関数 fx に合わせてこう型を取って作ったと思ってください。ここで、ここをこういうような関数 fxy で表せるその局面をこう上の辺に持つお豆腐を考えましょう。で、それをこう切るわけですよ。先ほど の i の ij という、 こう分割を考えます。x 方向に n を切って、y 方向に m を切ると。で、その中で、その中のこの i 番目、j 番目のこの1個の豆腐のこう細切れをこう取り出すと。あ、ちなみに一応ですね、皆さん味噌汁作るときにはこう横 z 方向にも横方向にも切ったりすると思うんですけども、今回は横方向には切らないでくださいね。縦方向にだけ切るという状況を考えましょう。で、それでこうまずこの i の ij でこう、そうですね、長いですね、考えます。で、そうするとちょっと拡大しますとね、例えばそうですね、状況によるんですが、この fxy の値のあたりをちょっと拡大したんですけれども、こんなふうに、上の面がですね、定数関数でなければこうなだらかな、まあ、山もしくはその平面みたいなものになっているというふうに思えますよね。そうすると、実はこのまあ、i の ij という小さな長方形の中で、この関数の値の、まあ、豆腐の高さのですね、こう最大値と最小値が出てくると思えると思います。それ想像できますかね。まあ、一般にはこうやって取り出した時の豆腐のてっぺんっていうのは、まあ、平らとは限らないので高いところと低いところがあると。で、その高いところをラージ M の IJ と書きます。ラージ M の IJ。で、これは数学的に一般に書くとこれ上限っていう値なんですが、まあ、最大値と思っていいです。多くの場合。で、まあ、低いところをスモール m の ij というふうに書きます。で、まあ、これは厳密に書くと、まあ、加減という言い方をしますけれども、まあ大体の意味においては、まあ、最小値と思っていただいていいです。で、こんなふうにこう取れるわけですね。で、一応もう一回そのラージ m の ij とスモール m の ij っていうのをきちんと定義を書きますと、スープとかよく言いますけどね、この記号ね、スプリマムの略でスープと呼ぶ場合もありますが、これ XO、はい、じゃあ、この記号をちゃんと書くところは、じゃあ、一回休憩をして、で、次の時間に入って。からにしましょう。一応ですね、今の豆腐のモデルをちょっともうしばらくの間記憶の中に留めておいてください。何かここまで質問ありますか？じゃなければ一旦休憩にします。